陸上自衛隊の第 3.5 世代第4世代との見方も主力戦車である一丸式戦車は、国産戦車として4代目にあたり、それまでの第3世代主力戦車90式戦車と比較して戦闘力の総合化が図られているね。火力機動力防護力がそれぞれ向上した上に小型軽量化もなされていて、日本の国土防衛に適した戦車だな。日本の技術力を結集させた誇るべき戦車だよね。さて今回は高性能な陸上自衛隊の一丸式戦車について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本本土防衛のために最適な能力を有する戦車を将来にわたって保有するため、戦闘の形態の目まぐるしい変化に対応可能な機能性能を有した後継の開発が必要とされており、90式戦車の後継として新たに導入する戦車の条件として、C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の負荷と火力防護力機動力の向上、そして全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていたんだ。そして2002年度平成14年度から防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁と、三菱重工業において開発が進められ、2008年に試作車両が公開されて主な所言などが明らかにされたよ。その後2010年6月14日に静岡県駿東郡小山町の陸上自衛隊富士学校富士駐屯地で、一丸四式戦車試作車両として報道関係者に公開、90式戦車と並走して走行する姿が公開され、さらに同年7月11日に行われた富士学校富士駐屯地開設56周年記念行事で、初めて一般向けに2両の試作車による走行展示が行われ、この2010年度から陸上自衛隊で調達が開始されているね。一丸式戦車の主な所言は全長 9.42 メートル全幅 3.24 メートル全高 2.30 メートル全備重量約44トン乗員3名とされ、90式戦車より一回り小さく74式戦車よりやや大きく、喧嘩方式が74式戦車と同じく全天輪が油気圧式のパッシブサスペンションとなっていて、74式戦車と同様に左右への車体傾斜機能が復活していることが90式戦車との違いなんだ。これまで日本が独自に開発してきた戦車のうち90式戦車については、アメリカと旧ソ連による東西冷戦の影響を受けて主に平地が広い北海道での運用が考慮されており、大口径の125メートル砲が搭載されている旧ソ連製の T80 戦車などに対抗するために、大型化せざるを得ず、重量が約50トンとなったな。そのため90式戦車は日本国内の橋梁や路面の許容重量の基準から北海道以外では平時における配備と運用が難しいとされ、一丸式戦車の開発においては本州、四国、九州など全国的な配備運用に適した能力と、砲塔を乗せたままでのトレーラー輸送を可能にするなどの戦略上の機動性向上が求められた結果として、全備重量で約6トンも軽い約44トンとされたぜ。74式戦車を陸送する際にトランスポーターで輸送する場合、73式特大型セミトレーラーによって車体に砲塔を搭載したまま輸送できるんだけど、90式戦車の場合は最大積載量が50トンの特大型運搬車であれば砲塔と車体が一体のままの状態で輸送できるものの、最大積載量が小さい73式特大型セミトレーラーでは車体から砲塔を分離して下ろし、別々に輸送しなければならなかったんだ。しかし、一丸式戦車では全備重量が約44トンに収められているため、約4トン分の装甲などの装備を取り外すことで砲塔を車体に搭載したまま、73式特大型セミトレーラで運搬することができるようになったってわけだ。さらに近年では全国的に道路交通網が整備され、かつて61式戦車が開発された頃に比べると道路の発展に反比例するように鉄道は地方ローカル線の廃線が進み、輸送網として機能しなくなっているぜ。そのため陸上自衛隊では74式戦車の開発以降、戦車の鉄道輸送は事実上断念していて、90式戦車を輸送する場合、専用のトランスポーターで輸送を実施しようとすると道路の許容重量によっては走行できるルートが限られてしまう可能性が大きく、
といって舗装道路を長距離自走させた場合には離体キャタピラーや足回りと、路面舗装を傷める可能性が指摘されていたんだけど、ヒトマル式戦車の設計にあたっては同時代に開発された世界の第 3.5 世代主力戦車の中では、小型となる40トン級車両とすることによって舗装道路を自走する際の車体と路面へのダメージ低減にも成功したんだよね。戦車において日本全国の主要国道にかかる橋梁約19,700箇所における橋梁通過率は、重量が約50トンの90式戦車で約 65%、55トンから60トンを超える海外の主力戦車では約 40% 以下とされているけど、この軽量のヒトマル式戦車に搭載されているエンジンは1200/2300rpmを発揮する三菱 8VA34WTK で、このエンジンは61式戦車以来の水冷4サイクル V 型8気筒ディーゼルエンジンで、出力重量比は約 27PS トンで、90式の約 30PS トンと比べれば若干低いとされながらも、出力 1500PS 重量55トンの戦車とほぼ同等なんだ。なお、この三菱 8VA34WTK については、そのコンパクトで高性能な点に着目したトルコが、2014年に新型戦車アルタイへの導入を希望したことを受けて、当時の安倍政権が武器輸出緩和政策の流れに乗って共同開発を行う方針が示されたことがあるが、トルコから第三国にその技術が漏洩する恐れなどから実現しなかったとの経緯があったぜ。目先の利益を取るより、情報漏洩のリスクを考慮した賢明な判断だよね。この高性能なディーゼルエンジンによってヒトマル式戦車は最高速度 70km/h を発揮するんだけど、変速比を常に最適に制御可能な、油圧機械式無段階自動変速走行機ヒドローメカニカルトランスミッション HMT を採用しているために、更新速度においても最高速度 70km/h を発揮することができ、さらにこの変速走行機によって90式戦車半分の半径で旋回が可能とされ、動力装置の高効率高応答化と小型軽量化が実現され機動性が大きく向上されているんだ。ヒトマル式戦車主砲にはこれまでの44口径 120mm 滑空砲より重量が 13% 軽減された。日本製鋼所製の軽量高高圧砲身の44口径 120mm 滑空砲が搭載され、さらに将来的には必要に応じて欧米の第 3.5 世代主力戦車の主砲である、55口径 120mm 滑空砲への換装が可能なように設計されているね。また、弾薬の互換性を保持するため、主砲の一部に西側諸国に共通のラインメタル社製の 120mm44 滑空砲と共通の設計がなされていて、90式戦車用の砲弾はもちろん、NATO 弾も使用できるとされているな。なお、ヒトマル式戦車用の砲弾には鉄鋼弾の他に空砲も調達されており、訓練や演習時の使用はもとより記念行事や模擬戦闘などで90式戦車では実施できなかった空砲射撃が可能となっているぜ。砲弾の装填には軽量化が図られた自動装填装置が装備され、砲塔内のベルト式球弾装置によって砲塔後面にある球弾用ハッチから自動装填装置への球弾を行えるんでしょ？そうだね。弾薬を砲塔内で保持する機構は90式戦車では爪型であったけど、ヒトマル式戦車では筒型になっていて、これにより装填中の砲弾の挙動が安定し、不整地を走行しながら戦闘時の装填安定性向上や、より早く装填することが可能となったんだ。また、副武装は砲塔上面の車徴用潜望鏡上部に旋回式の 12.7mm 重機関銃 M2 と、主砲と同軸に74式車載 7.62mm 機関銃が装備されているよ。ヒトマル式戦車の装甲には正面に複合装甲が採用され、その他の防弾板には結晶有微細化鋼板と呼ばれる鋼板が採用されており、増加装甲も含めて高い防御力を維持しながら軽量化が図られているな。そしてヒトマル式戦車最大のポイントは、陸上自衛隊戦車に初めて搭載された。C4I システムコマンドコントロールコミュニケーションズコンピューターズ&インテリジェンス式統制通信コンピューター情報というネットワークシステムで、ヒトマル式戦車ネットワーク 10NW と呼ばれるこのシステムは、
ここの戦車内部だけでなく小隊や中隊単位の一丸式戦車同士が相互に情報を共有伝達することが可能で、例えば指揮官車の各種指示を全隊員が確認可能なモニターで共有するほか、車両間においてリアルタイムで射撃データを共有したり、各車の燃料残量や損害などを把握したりすることが可能となっているだけでなく、海自や空自とのデータ共有なども可能とされ、自衛隊員の間では走るコンピューターなどと呼ばれているというよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。